愛席キスタート山添館の桜橋 919! 貸主の皆さん、こんばんは。えー、ケタ書き債務者、愛席キスタートの山添館です。好奇心が開花するエンターテイメントの架け橋、桜橋919。毎週火曜日は私、愛席キスタートの山添が、東京のミクチャスタジオから生放送でお送りいたします。いや、ちょっと皆さん、聞いてくださいよ。ほんま、とうとう仕掛けてきましたわ。 いや、あの、こちらね、東京のミクチャスタジオから生放送でお届けしておりますと言いましたけども。えーまあね、あの、毎週火曜ね、この、まあ、ミクチャでご覧になられている方からは少しはちょっと伝わってるかと思いますけれども、この漆黒のね、 独房という名のあのスタジオからね届けているわけなんですよ。で、あの、あまりにもこのハプニングが多かったりっていうとこから、このスタジオを、まあ住所も言ってはいけない、えー。迎えに来てもらわないと入れない。えー、なんかまあ数々の疑いから、えー、この、僕この一室しか入れないんですよ。ね、この一室以外の部屋の存在を知らなくて、 えー、他のとこから僕はあの実験台としてなんかいろいろ今、被験者としてね、いろいろ試されてるんじゃないかみたいな疑惑はありまして、で、えー、何でしたっけ、えー、被験者 A とかなんか言われたりなんか、で、あのー、ー、同じね、こう、この番組でやらせてもらってるもう一人の芸人枠の四千頭身続きが、えー、被験者 B と言われたりみたいなことがありまして、で、今日、 うん普通にこういつも通りこのスタジオに入ろうとしたら、地下の駐車場の天井が低いんですけれども、僕はね、いつも通り入ろうとしたんですよ。そしたら急にね、頭に激痛走り、走りましてね、ドーン言いましてね。<laughs> <laughs> 僕の頭のてっぺん、薄皮一枚めくれてるわけなんですよ。ほんまに、これ、 これ、ちいちゃうんかみたいなね。<laughs> 本当にあの <laughs>、ちっちゃいちっちゃい赤い点がね、ティッシュで拭いたらついてたんですよ。頭拭いたら。これ向こう手出してきとるんですよ。これあの、本当殺人スタジオですわ。僕 <laughs>、もうね、僕がね、い,いたって思った方には、もうあの、天井しかなくてね。 なんかそこにあの、その天井の高さを操ってそうな奴はもういなかったんですよ。背中こそ見たろう思ったんですけどね、ちょっとね、捕まえることができずで。まあ僕は、まあ一応疑ってるのはドーナツ社かなと思ってます。<laughs> <laughs> というのも、この番組の中で、えー、ドーナツ社の、えー、コーナーがね、えー、ありまして、単車の虎というね、 え、そこの、アプリを落とさずに、俺が、ただただ、幼少期から好きやった、半熟ヒーローというゲームアプリを、え、番組内で進めてしまったところが、多分向こうからすると、お前舐めたことしてくれたな、ということで手出してきたんでしょう。うん。そんなね、あの、直近で手出してきたらね、わかるよ、こっちだって。<laughs> 誰が、俺の頭、あの、潰しに来たかなんて、下手くそな連中やで。 ドーナツ社聞いてるか <laughs> ほんま逃げ足の早い団体やほんまに <laughs> そんなことやって楽しいか <laughs>、えー、ドーナツ社のトップ誰やランネーかランネー <laughs> フォロー外す、うん、最近フォロー,ーツイッターフォローしてん、うん、フォロー外します、うん、スパム報告します <laughs> 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 あもうエネミーやランネー うん、俺もランネーのこと、ランネーの仲間たちのことをおめーらと呼ばしてもらう。<laughs> <laughs> これは一戦交えることになりそうです。いや、あのー、ちょっとね、あのー、ミクチャでご覧になられてる方はあ、気づいてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、えっ、ー、と、 このラジオの時は、いつもあの、メガネをね、えー、かけてさせていただいてまして、えー、そのメガネというのがですね、あの、誕生日の時に、あの、つづくんがね、あの、プレゼントといって、まあ、あの、高級ブランド時計をね、プレゼントくれたんですよ。まあ、これは一種のパワハラですよ。 その後輩側から、あの関係性も作る前に、急に高額なメガネをプレゼントして、先輩を萎縮させるという、まあ一種のパワハラを受けたわけなんですけども、そのメガネをね、まああの、おしゃれなメガネをせっかくいただいたんで、僕はまあ気に入って、えあの、つけて、いつもこの番組に臨ましていただいてたんですけれども、ちょっと話は変わるんですが、え、この間あのー、 サシハルさん、サッシーと、えー、フワちゃんと、おおお仕事一緒させてもらいまして、とその番組っていうのが、えー、サシフワご相談ナイトというね、以前あの、一回特番で、えー、日テレでさせてもらってた番組で、うんその番組のコンセプトが、えー、一般の方や、えー、業界人の方のお悩みを、えー、まあまあ、仲のいいね、サッシーとフワちゃんが、あまあ、 私だったらこうするかなっていう答えを、まあアドバイスするみたいな番組でしてね。で、あのお二人って仲良くて親友なんですけれどもね、考え方は割と、こう、 対局に近いお二人なんですよ。だから、余計にあの聞いてて、あの聞き応え見応えある面白い番組だったんですけれどもね。まあそれの第二弾があるということで、えー、ぜひ見ていただきたいんですけど、その収録をしてる時にね、まあ、えっ、ー、と、なかなか内容のことはあんまりね、えっ、ー、と、ネタバレになるからちょっと気ぃつけて喋りたいなとは思うんですけど、まあ相談の一個で、まあちょっと言いにくいこと、 をどうやって相手に伝えるかみたいなところがあったんですよ。まあ、放送の中に乗るか乗らへんか分かりませんけれども。あのー、まあ、ちょっと、その、自分の中ではストレスやったり、もやっとすることを、されてて、それを、言わへんままやったらもやもやするし、でも相手にやっぱ伝えたい。でも伝え方次第では相手傷つけるかもしれないみたいな状況、どうされますかみたいなで。そこでね、あの、フワちゃんがすごい、なんかこう、 あ、そういう風にしてんねやっていうことを言うてて、なんかこうスッキリしたんですけど、フワちゃんの場合は、あの、突っ込みに本音を交えて相手に伝えるんですって。だからまあ嫌ないじりとか受けた時そのまま、まあ、いじられに徹して、でもいいんやけど自分の中でちょっとモヤモヤすると。まあ、って時に、 なんでそんなこと言うんだよ。ほんと性格悪いよね。みたいに、こう、突っ込み、冗談の中に自分の本音を少し入れることで自分もモヤモヤはしないみたいな解決策を取ってると。あ、すごいな、ふわちゃんとか思いながら僕は天の声で参加させていただいてるので、まあ、モニター越しにお二人を見ながら、あー違う部屋でね、声を入れたんですけれども。うんで、まあ、そこそういう相談乗ってはるときは、まあ、普通に単純に僕は聞いててみたいな。あ、ええ、みたいな、面白いなあと思って、 ですよでその時にサッシーとフワちゃんが僕が、えー、やってるところに一瞬気張ってフワちゃんに「おふフワちゃん」みたいなこと言ったら「ちょっと久しぶりじゃん何急にそんなうさんくさくなってどうしたのえ何髪伸びてるからいや眼鏡何気ぃつけなよ」って言って言ったんですよこいつツッコミに本音交えてるやつやんな思ってて。<laughs> でも、あの、今日メガネ外そう思ってね。うん。で、明日髪切ろう思ってます。うん。よろしくお願いします。<laughs> みたいな経緯でございます。えー、さあ、ちょっとこちらね、続報なんですけれども、えー、先週お話ししたステッカーについての続報となっております。えっ、ー、とですね、これね、あのー、一言もあの、募集するって言ってないのにもかかわらず、 えー、ラジオ大阪宛にステッカー案を送ってきた記人、ラジオネーム狼の森というリスナー、<laughs> 貸主さんがいらっしゃいましてですね。そのね、あの、ステッカー案がとんでもないクオリティの高さなんですよ。ほんで、これはちょっと、あのー、えー、ステッカー案くれましたよぐらいで済ますのはもったいないと、いうことで、ほんまにちょっとステッカーにしましょうよ、みたいなことを、選手お話ししてて、うん。 でですね、まあ、その、うん、ステッカーの中で、ロゴがですね、まあ、ちょっとこう,う、変更した方がいいみたいな、ああ、ことがありまして、その大幅な変更をはじめとするいくつかのね、修正点を生放送で狼の森に一応お届けしまして、聞いてるかーなんて言ってね、ここちょっとこれ困るから、これ変えてくれ、みたいな。ええー、とは思てんねんで、みたいな。で、はよして、みたいな。こっち気持ち高ぶってるから、みたいなことで。<laughs> <laughs> プレッシャーをね、与えつつ <laughs>、まあ直接生放送で交渉するみたいなことをしまして、えあれからですね、え今日までの流れを順を追って、まず説明させていただきます <laughs>。これね、ほんま、ほんまにびっくりしますよ、皆さん <laughs>。 放送終了から3日後の木曜日。今日火曜日ですよね。先週の火曜日から水木の木曜日。えー、ラジオネーム狼の森から番組宛てに大量の修正案が到着したと。<laughs> <laughs> やばいって。<laughs> やばいって。<laughs> めちゃくちゃ頑張るやつやったやん。<laughs> やばい。プレッシャー与えすぎてたってこと えー、金曜日、次の日ですね、勢いで送りすぎて納得がいかないので、もう一個だけ追加案として入れてほしいと、また別の修正案が、えー、狼の檻から到着したと。これね、簡単にその修正できるようなクオリティじゃないですよね、あれ、あのイラスト、ロゴ。で、また別の修正案が到着したと。で、さらに次の日、土曜日。 一秒も頼んでいないのに、先週の放送の流れを組んだ、マジで関係のないステッカー案が三つ到着したと。01 <laughs> の作業三つやってるやんしんどおい、大丈夫か狼の森。やりすぎやん。 えー、一日空いた昨日月曜日、ステッカーを取り上げてもらったことに浮かれてしまって、いっぱい修正案を送ってしまったことの反省と、渾身の修正案がさらに一つ、えー、添えられた謝罪文到着しました。<laughs> やばい。この番組のために一週間生きたリスナーがいる。こんなかわいそうなことあるかほんまに。 これ年賀状とお中元絶対送らなあかんて。かわいそうに。ちょっと尽力しすぎやて、狼。えー、要するにですね、一週間かけてちゃんと修正された案がちゃんと一個届いたんです。いやー、ラジオネーム狼の森、本当頼むからちょっと一回落ち着いてくれ。そんな頑張り屋さんやと思ってこっちも言うてへんねん。ふざけやがって。 売ったんぞみたいなリスナーかなとか思いながらこっちも悪態ついてんねん。<laughs> そんだけやられたらほんま頭上がらへんって。いやー、本当にあのー、一回落ち着いてください。本当にありがとう。一週間ほぼこの無給でこのラジオのステッカーを作ってくれてるということで、ラジオネーム狼の森が修正してくれたステッカー、ちょっとミクチャの方だけにはなりますけれども、こちらお見せいたします。こちらでございます。 もうクオリティの高さ見立ってくださいプロですこの道の見えてますでしょうか大丈夫ですかねすごいですよねちょっとアップにしようか欲しいわこのステッカー俺もねこのロゴも変更していいとこ残してくれて <laughs> それ以外に「01」の案を3つとか 他にも修正案が、いろいろあって、全部乗り越えての、狼の森の渾身の作品でございます。いやー、最高ありがとう、狼の森。えー、こんなに素敵なステッカーを作ってくれたんですけれども、変なやつすぎるて。<laughs> <laughs> えー、ということで、こちらのステッカーを元に、いろいろ進めさせていただきまし、えー、いただき、 こうと思っておおりますのので、えー、皆ささん是非続報の方をお待ちくださいラジオネーム狼の森は頼むから、いや、頼むからもうここで一回しっかり休んでくれ。で、しっかり言わしてくれ。ほんまにありがとう。<laughs> <laughs> えー、多分おって連絡とか行くと思うからですね、それまでちょっと止まっといてください。いつも本当にありがとうございます。もう本当にあの、何もするな。よく寝て、よく食べてくれ。頼む。<laughs> いやー、本当に絆を感じさせてくれる番組、リスナーでございます。ありがとうございます。えー、でですね、こちらステッカーの件が、えー、着実にちょっと各曜日にバレていってるっぽいらしいんですよね。えー、他の曜日、木曜日でしたっけ、続き。続きはですね、こっちに触発されて、この番組より先にステッカーをもう作ろうとしてるらしいんですよ。本当にやり口が汚いですよ。 一旦そのあれか、全部自分は動かずに、他走り出したとこ見て、筋脈だと思ったら腰上げるか。<laughs> それが後輩のやることか。<laughs> 汚いやつやで、えー。ただですね、その続きの番組はリスナーから、チンポの絵ばっかりが届いたという情報が入ってます。<laughs> しっかりな絆をな深めろリスナーとのこっちのクオリティ見せたいわどんなチンポやクオリティはそれで評価したる <laughs> いやホントこれこれに関してはあの願望なんですけども続き以外の曜日月水金曜日も是非ねえー、続きの曜日みたいになってほしいです で、この番組のステッカーしかもらえる曜日ないやんけ。こうなってほしいですけれどもね。えー、続き、一言だけえか。ファンはな、写し鏡って言うねん。ってことはどうなるお前は、チンポやな。<laughs> <laughs> で、今週ゲストに R 指定さん来るらしいな。これシンプルになんでやなん <laughs> でやお前の曜日、な、んやねんその動き。 わけのわからん、チンポブッキング、<laughs> ほんまに、<laughs> 興味深い曜日やで。<laughs> 悔しい <laughs> えー、さてさて生放送でございますので番組ではラジオを聴いている方からもメールで参加していただきたいと思っております今日のメールテーマは今さら言えないけどやったことないことこちらの方を送ってください先週、えー、山添はですね人生で一度も雑誌を買ったことがない人生で一度もポスターを部屋に貼ったことがないなど、えー、何もしてないことが発覚いたしまして、えー、山添のようなやったことないこと皆さんやったことないことを教えてくださいリアクション感想メールも合わせてお待ちしております おります。受付メールアドレスは yamazoe.obc1314.jp 山添 .obc1314.jp でございます。ツイッターはハッシュタグ山添桜橋919でたくさんつぶやいてください。 この番組はスマートフォンアプリのミクチャで同時生配信中でございます。スタジオの様子を見ることができたり、ステッカー案の方も見ることができます。えー、放送後にミクチャ限定のアフタートークも配信。さらに放送終了後から1週間、アーカイブ配信でも見ることができます。ぜひミクチャの方でもお楽しみください。ということで、相席スタート山添監の桜橋919、この後1時までの2時間、ぜひ最後までお付き合いください。ここで1曲、クリーピーナッツでドーン。 この時間は、相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。えー、メールいただいております。皆さんありがとう。えー、ラジオネーム、鈴虫。自分の好きなゲームに、えー、興じて、え単、ー、車の虎をやらないでいると、現実世界ですり込みを入れられるなんて、えー、桜橋は反射なんですか <laughs> いや、あ、反り込みね、反り込みね。<laughs> いや、もうほんまに、 多分しかれへんでだってあのー、この番組後半でも、あのー「単車の虎」のコーナーあるからみんなちょっとよう聞いてみて口悪いでらんねえうん多分そういうことしかねへんうん見てみたら,もら分かると思う、うん好きやと思う人に危害を加えるのが <laughs> <laughs> そういう人の話し方やわうん聞いてあげてらんねえですよねって <laughs> えー、ラジオネーム飛行中のコーヒー。ドーナツ者が怖くなってきました。<laughs> 信じられるのはアローさんだけです。<laughs> ビクビク怯えながら明日は大学をサボってアローさんのパチンコをやってきます。<laughs> いいね。いや、アローさんは信用できるよ。だってほんまに、あのー、頭、ドーンって、ドンキで殴られてもいいぐらいのミスを俺はしてるもの。<laughs> やのに、あのー、ノーリアクションでね、ニコッとして許してくれてるということなんでしょう。広いよ、心が。ちょっとこのパチンコ関係で言いますとね、僕あのー、<laughs> ちょっとこれ、あ、大丈夫か、別に。あの、京楽の YouTube チャンネルでえ、パチメンタリーっていうね、密着パチメンタリーっていう、あのー、まあ、僕の休日に密着してくれてる、本当もあのー、 パチンコを売ってる姿をただただ、えー、撮らせてほしいという、うまあ一本そういうのがありましてね。今もう動画上がってるんですけれども。初めてですよ。しかも僕、もう完全に僕のメイン企画でパチンコを売ってるとこ撮らせてほしいってね。嬉しいじゃないですか。あなんかそんな日のためにパチンコやってきたと思えたら僕も嬉しいですし。まあそれもちろんね、楽しんでパチンコを出してもらったんですけどね。そんな。 栄えある自分の冠企画の時にね、えー、ガンツ3初打ちでノーボーナス1100ハマりしてましたね僕割れ、うん、ながら持ってへんな思いましたよ最後テロップでもね、まあ、せめて出してもらえたらね のボーナス1100ハマりかなんかね、回転数も出してくれたら、まだ、まあ、その、オチはつくかなとか思いながらね、肩落として帰ってったんですけれども、いざ自分でその動画見てみたらね、その回転数がテロップで出てなかったんで、あの、ガチで、え、ガンツの、あの、マイナスプロモーションになるから、多分乗せてもらえてないんやと思いますわ。本当にガンツには申し訳ない。うん。今度はあの、灼熱出してあげますからね。うん。そこで恩返しさせていただければと思いますけれども。 えー、岩手県、欲しいものは欲しいもん。まさか、フワちゃん、いや、フワ、ドーナツ社のものか <laughs> <laughs> そういうことえ、もう、あ、ミクチャの CM? フワちゃんやってる。<laughs> 加藤浩次さんもやん全員やらおう、一回。 ここの入り口、ここの入り口フワちゃんのポスター貼ったとはた <laughs> あいつ、やばそこら中にいるやん。ええちょ,ちょっと待って、これドーナツ社の人間がいっぱいいるのか、<laughs> ミクチャの人間がいっぱいいるのか、えそその、 か核は誰どこだって加藤浩次さんとフワちゃんまで行ってたら芸能界に山ほどいるぞ <laughs> 俺を簡単にひねり潰せる人間が山ほどいるえ巨大組織の可能性あるやんお前さ欲しいもフワさんのことを 呼び捨てすんなよ恐ろしいほんまになんか華やかでさ素晴らしい芸能人やでフワさんってほんまに触発するようなことすんなラジオネーム「飛行中のコーヒー」山添さん 他の曜日でもステッカー案の募集が始まりました。鈴木には100%勝てるのですが、月曜日にはリスナーに漫画家さんがいるそうなので危険です。でも、狼の森がいるなら大丈夫。負けそうになったらこいつに新しい案を出させましょう。<laughs> <laughs> あんまこれ、軽々しく言ったらあかんねんって。お前 <laughs>、ま、狼の森って知ってる一番冗談通じるんで。<laughs> めちゃくちゃ一生懸命やってくれるやつなんやから。 ほんまに。たぶん、あんま寝てないで。<laughs> ほんま。え、月曜日、鎌田さんの曜日、漫画家さんついてるってどういうことっすかあ、リスナーに漫画家さんがいて、で、ス,ステッカー作ってよ、みたいになってるんですか、今。やばっめちゃくちゃなパーソナリティしかいいひんや。<laughs> 月曜日はね、たぶんその、俺も今聞いた情報、 で推測ですけれども、まあ、平気でね、あのー、まあ、無償で、本当、あのー、愛嬌のみでリスナーにステッカーを作らせようというやから、います。うん。そういう人が、あのー、声を届けてます。うん。で名前になんか、鎌かなんか、刃物入ってたと思うわ。うん。気ぃつけてほしい。月曜日は、要注意よ。うん。続きの曜日、木曜日もやばいやろ。 だからもうほんと信頼できるのはカー水金だけです皆さん。うん。で水曜金曜の動向も分かったら皆さん教えてください。ほんまに。リスナーさんを何やと思ってるんでしょうね。うん <laughs> 埼玉県ゲリラ昆布狼の森さん、ここで終わっちゃっていいんですかねえねえ、これで本当に満足ですかもうやり直ししなくていいんですか <laughs> やめとけ。やめとけ。色とか変えてくるぞ。これが一番いい。これが一番気に入ってるから、オオカミの森。もし今聞いてたら、今もラジコとミクちゃん、一旦電源落とせ。布団入れ。休め。お前体一番やね。この番組のせいで体調崩してほしないねん、俺は。頼むわ。 触発するなゲリラ昆布ああまだできることあったかとか思うやつやぞ多分狼の森はそうですよねってなるぞこれが最高やのにいやー、本当にね、狼の森、最高傑作を送ってきてくれましたので、こちらの方をなんとか、えー、実現してもらえるようにこちらも、頑張りますので、えー、お楽しみにということでございます。いや、あのー、先週の金曜日、 今、フジテレビのね、ポップアップというお昼の番組出させてもらってるんですけれども、その中のコーナーで、スターニュース速報というね、芸能人の方に来ていただいて、その人、スターと呼ばれる人にお話を聞くというコーナーがあるんですけれども、先週がね、戸田恵子さん来られたんですよ、まあ、女優、声優でえ大活躍の、大もうベテランですよね <laughs> 僕ね。 まあ、ここだけの話ね。別にそんなあの、尖ってるとかっていうつもりでもないんですけれど、本当に、まあ、あの、この番組聴いてくれてるリスナーの方やったら、もう、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、あのー、アイドルさんにも疎い、ね、えー、アーティストの方も、最新の人は本当に知らない、もう昔の自分の好きな人の歌ばっかり、同じ曲ばっかりリピートしてるようなやつで、えー、言ったら、本当、 知らない、凄さを分かってない男なので、え、芸能人の方に会ってね、うわあ何々さんやっていう緊張が多分他の芸人よりも少ないんですよ。まあ、良くも悪くもですよね。うん、無知なので。でもね、これ一番かもしれないっす。戸田恵子さん、初共演したんですよ、とか、先週のポップアップで。一番鳥肌立って、 緊張しだして、背筋伸びたんですよ。もちろん、そうそうたる先輩ともご一緒してますし、まあ、その都度、めちゃくちゃ緊張もしてるんですけれど、もうなんかずっと鳥肌立ちっぱなしやって、なんでやろうと思ったんですよ。なんで、まあ、もともと戸田恵子さんテレビでも見てましたしね、えー、機関車トーマス、アンパンマンの声もね、されてますから、うわ、戸田恵子さんやと思ってたんですけど、言ってもまあ、他業種の方やから、 ああ、芸能人のスターの方やなぐらいかと思いきや、ずっと鳥肌立ちっぱなし。で、これがなんでか思ったらね、やっぱね、耳が覚えてるんですよ。ずっと聞き馴染みのある、あの声の人の、え、声を、生声を聞いてるっていうので、耳が反応して、ずーっと鳥肌立ってるんですよ。めっちゃ初めての感覚でした。もうあの、気品と、え、話し方と、 言葉選びと。で、まあ、綺麗な方で、感動しましたわ。マジ。<laughs> もっかい会いたい。<laughs> ほんま。もっかい会って何喋るかって言われたら、まあ、ほとんど多分俺、人見知り発動すると思うんですけど、もっかい会いたいぐらい、痺れましたね。うん。戸田恵子さんの生、すごいっすわ。 だから、今、あの、声優さんブームもすごいじゃないですか、人気。だから、あの、んて言うんでしたっけ、あれ、えっと、読み聞かせとか、えぇ、な、あれなんて言うんですか、あの、脚本を、声の、朗読会とかも、お客さんすごいんですよね。あれの意味がちょっとわかりました。やっぱ、 あの、こうやって今、こう電波に乗せて声を聞くのと、生声も多分迫力とかも全然ちゃうんでしょうね。だから多分鳥肌みんな立ちに行ってるんでしょうね。すごいわ、声って。っていう初体験したっていうね、お話と。あとあの、今皆さんにちょっとね、うん、注意してほしいというか、要注意なね、お笑い団体がね、<laughs> 一個はびこってるんですよあの皆さんね大宮セブンというのはねご存知だと思うんですよマジカルラブリーさんジェラードンさんえい将棋さんえー、タモンズさんえー、コマンダンテさん末広がりさん7組かな今まあ大人気ユニットでねテレビもよく出たはってレギュラー番組というか冠番組もねもう今やってはるような人気ユニットですけれども えー、本当独自のお笑いの発展の仕方をして人気になって、えー、テレビにもバンバン出てっていうような、まあ、ユニットはもう皆さんお笑い好きの方からしたら、まあ、あの周知だと思うんですけれどもそれとは違った新しいお笑い団体、えー、その方々は自分たちのそのことを一座と呼んでいました。<laughs> あメンバー紹介しますね。GAG、えー、少年楽団さん、元ですね。GAG さんですね、今。そうか、お笑いセブ、えー、大宮セブンにもそか、GAG さんいらっしゃる、うん。で、これ別の、その一座にも、GAG さん。そして、コマンダンテさん。そして、ウルトラブギーズさん。で、トットさん。で、この先輩方、4組。 これが今、一座というね、まあ本当、まあカッコ仮ぐらいの名前で自分たちのことを呼んでらっしゃったんですけれども、この一座というのはどういう風に生まれたかというと、そういう大宮セブン的なユニットとして生まれたわけではなくて、有楽町の劇場、幕張の劇場、大宮の劇場、まあルーミーネとか、いろんなあらゆる劇場で、本当によく一緒になる顔ぶれなんですって、ね。 <laughs> で、その間になんかこの、うん、一座の中で、新たな文明が生まれたそうなんですけれどもね、お笑い文明が。それがね、本当あの、まあ、噂には耳にしてたんですけど、コマンダンテさんという方って、本当にね、スタイリッシュ漫才師なんですよ。まあ正、正統派、面白い漫才をする、まっすぐな、 で、しかも、えー、お二人ともかっこよくて、舞台映えしてて、みたいな、スーツ姿もすごいかっこよくて、まあ、品があって、みたいなお二人。なのに、急に最近、そのコマンダンテの安田さんという方の方、メガネかけてる方の方が、めちゃくちゃあらゆる舞台で下ネタを連発するようになってるとか、すぐ服脱いでパンツ一丁に走るとか、なんやったら、 あの、公文見せようとするみたいな情報まで入ってきてて、ほんまに同じコマンダンテさんの情報かと、疑ってたぐらいの方なんですよ。うん。とかね。あのー、ウルトラブギーズさんなんかは、キングオブコントの決勝にもまあ何回も行ってて、まあほんと正統派コント師ですよ。なのに、えー、平場と呼ばれるうネタ以外の部分では、ほんとにあのー、 気候を繰り返すだけのお二人な時があるとかね。まあ、噂が入ってくるわけなんですよ。で、GAG さん、トットさんも。なんかその子の一座と呼ばれるところに入っていると。ね。でね、この間ね、幕張でね、その予選の終わりにコーナーがありまして、あ、コーナーじゃない。えっ、ー、と、まる、コーナーライブ。 がありましてそのライブが、まあ、最近の仕事を相談し合うライブというので、えー、そのたまたま一座の方々、トットさんはちょっといらっしゃらなかったんですけど、コマンダーンテさん、GAG さん、えー、ウルトラブーギズーさんと、僕と森谷日和さんという先輩ね、ピンの方、えー、のお5組で、えー、その一座のライブがあって、参加させてもらってたら、まあ普通に話したんですけど、まあその一座の実態の話になりまして、 えー、ある名古屋の仕事でねトットさんとウルトラブギーズさんの2組で名古屋に、えーまあ、あの寄せ行かれたとでその2組のライブだったとねでそのトットさんは名古屋まあふいつも僕自分たちがあ 見に来て自分たちを見に来てくれてるお客さんとは違うそうやから、えー、まあ初めてのテンションでこういろいろ普通のネタ以外の部分とかもまあ話してたりしてたとコーナーも参加してたでもウルトラブギーズさんはその一座のテンションのままお笑いをやっていたとでつるつるに滑っていたとねでまあ一座のテンションというのは まあちょっとわかりやすく言いますと、もうその一座には <laughs>、一座のファンみたいな方々もついてるんですよ。ね。そのストロングスタイルと言ったらいいんでしょうか。本当と気候を繰り返すお笑いスタイルなのか、を見たくて来てるお客さんもいるんですよ。で、その人たちの前でもいっぱいライブやってあるから、そのスタイルで名古屋のお客さんにも、挑んだと。で、受けなかったと。トットさんめちゃくちゃ受けたと。 でライブが終わってウルトラブギーズさんがそのトットさんね受けてたじゃないですか,か自分たち受けへんかったなってへこむのかと思いきやトットビビっとったなって言ったんです <laughs> <laughs>、えー、いつもの自分たちのお笑いスタイルから初めてのお客さんの方に、えー、お笑いスタイルを変えていって こととをビビったと表現されていたとこれはなんかその一座は変なお笑い文明を作り出そうとしているなという話になりましてでえっ、ー、とコマンダンテの安田さんもいらっしゃったんで最近変な噂聞きますよとえらい下ネタを言うようになったりえー、パンツ一丁になろうとしたりみたいな下に走る傾向をよく聞きますけどそれ本当ですかみたいなうんみたいな俺はもう 前しか見いひんことに決めてんっていうわけのわからん返し返ってきて。で、こないだツイッターのね、安田さんのね、ページにたまたま飛んだらね、自己紹介文のとこあるじゃないですか、ツイッターの。そこに、なんか知らないですよ。ほんま意味わからないですけど、もう、切れましたって書いてあったんですよ。<laughs> <laughs> もう本当に、あのー、直属の後輩ですら追っかけ、 追いつかないぐらい、あのー、先行っ,ってます。で、そのライブで、まあ一つの答えに行き着いたんですけれども、普通芸人というのはライブとかでね、現場では、面白い、面白くないで勝負するんですよ。面白い、これは面白いのか、面白いと思ってもらえるのかで勝負するのに、一座の人たちはそれよりも、ビビってないと思われるか、 これだけで勝負してるそうです。本当に奇妙な団体が今生まれようとしています。一座。キーワードは一座のみです。<laughs> 大宮セブンとかなんかその他に言葉つきません。一座だそうです。この人たち、コバンダンテさん、トットさん、GAG さん、えー、ウルトラブギーズさんの中の4組。4組が揃ってる時は本当にやばいし、えー、2組、3組が被っている公演。 要注意して皆さん見てください。で、えー、気候があったら、本当に随時僕に教えてください。本当に先輩がちょっと、よからぬ方向に向かっているのであれば僕は止めたいと思っておりますので、えー、皆さん情報の方お待ちしております。ということで、えー、またここで一曲聴いていただきましょう。えー、レザーボアフューチャリングアリアで、行くの行かないの。この時間は、相席スタート山添観の桜橋919をお送りしております。 メールいただいております。千葉県北極からのスケット。金曜日の白間さんですが、他の曜日がステッカーで競争をする中、また別の方向から差をつけようとしてきています。ほう。他の曜日が東京のどこにあるのかわからない独房から放送を続ける中、白間さんの金曜日だけは、独房スタジオから抜け出し、大阪にあるラジオ大阪本社からの生放送を実現させています。 金曜日は本社に直接出向いて点数を稼ぐ古速な曜日です。山添さん、火曜日もラジオ大阪本社から生放送しましょう。なるほどな。白間さんはなかなか頭が切れる人っていう感じがするな。うん。本社からか。一回俺も本社行ってみたいな。入れてくれるかなそこちょっと疑わしいな。 へえ。え、そうか。だから、関西の方がいはるんかな白間さんは。だから、本社にいはるんですかねあ、そうか。NMB という巨大組織にいらっしゃるから。<laughs> なるほどね。そういうことね。まあ、本社でやってる、生放送をしてるパーソナリティと、えー、東京の、 おどこかも言えないスタジオから垂れ流してるパーソナリティやったらラジオ大阪の人間からしたら、まあ、白間さんの方が可愛いですよね大事にしたいと思いますよねうん何か分からんけどスイッチ1個でこんなもん俺の音声なくできるんでしょ <laughs> だからやっぱ本部には挨拶いっとかんとあかんなほんマほんマ、ま、続きよりは先に行かなあかんわ 東京都トリケラトプス。リスナーとの絆もないくせにフリーライドしようとしてくる続きを許せません。ドーナツ社が狙うべきは山添さんじゃなく続きです。行け木曜日を攻撃しろ <laughs> ほんまに、可愛い,いやつやで、ね、トリケラトプスは。よう <laughs> 俺が言わんとしてることを言ってくれた。そうなのよ。やっぱその何分ね、あのー、パーソナリティって、 あのー、責任を伴うのでねリスナーが <laughs> 勝手に俺の気持ちを汲み取ってリスナーの口から言ってるようにしてくれんのが一番都合いいわけよそれをトリケラトプスは一番分かってる、うん、<laughs> 俺がこれ言ったらさなんか口の悪いパーソナリティってなるばなるかもしれんやん 口の悪い番組だとなるかもしれんやけどリスナーが個人的に思ったみたいに伝えんのが俺は一番嬉しい <laughs> <laughs> よう俺が思ってることをトリケラトプスで言ってくれたで俺がトリケラトプス言いすぎやってまあまあ分かるけどもこのポジショニングよねやっぱね 火曜日はね、えー、宮城県チャオズ「ちんぽの続きさんがなぜ R 指定さんをゲストで呼ぶかが分かりました」うん「R さんのあのロンゲが陰謀となりちんぽの続きさんとフュージョンして完全体おちんぽになるつもりです」「<laughs> 木曜日ったねえの」<laughs>「なるほどね」<laughs>「なるほどね」で会ってた。<laughs> いいやねん、完全逮チンポって。我ながら、ポーで言ったこと後悔してるわ。下品やで、ほんまに。木曜は下品やな、ほんま。なるほどね、一個でかくなろうとしてんねや、番組的に。最強のタッグを組もうとしてるというわけね。R さん。<laughs> 俺そんな関係性ないから、あんま賃金維持できへんのよ。 めっちゃ浮かんでんで、喋りたいこと。うん。<laughs> うん。この流れやから言いたいねんけど、あんま関係せないのにチンゲイジでけへんで。うん。小田切城とは分けちゃうからね。小田切城は気づいたらあこまで行ってもうただけやから。<laughs> まだ酔ってないねい。一回俺のことを酔わしてから、R さんをあの、チンゲイジさせんと。<laughs> 小田切城さんやっぱ一回酔ってもうてるからさ、俺。流れで。 さあ、メールは以上でございます。受付メールアドレスは y Z o、e、yamazoe.obc1314.jp。山添 .obc1314.jp の方でお願いします。ここで一曲、佐藤千秋で夜をループ。おはようございます。この時間は、相席スタート山添館の桜橋919をお送りしております。さあ、ということでございまして、えー、9月14日水曜日をお知らせいたします。 岩手県、欲しいものは欲しいも。山添さん、知ってますかん続き桜橋は、とうとう公式ツイッターで、書けるよって方はお時間ある時にゆっくり考えてお送りくださいと募集し始めました。<laughs> 狼の森さんのためにも早めに大手をかけましょう。ほんまやな。こんだけ、狼の森が尽力尽くしてくれたんやから。もうこれは、あのー、なんとかトップバッターで出せるように、それがせめてもの恩返しというか、 えー、この火曜日はこんなクオリティで、えー、ステッカーを作ったぞって褒めてもらえるようにしたいっすよねやり方汚いな書けるよって方はお時間ある時にゆっくり考えてお送りください <laughs> あー怖かったか俺みたいに強引に <laughs> 修正さすのが怖かったか結構ギャンブルやぞ ほんまに。リスナーによっては頑張りすぎるからな。<laughs> <laughs> えー、ラジオネーム河川部は見た。そういえば、鈴木さんは三四郎さんのラジオにゲスト出演した際、死ぬほどラジオ大阪をディスってました。お,うおい、本社の上層部聞いてるか鈴木を許すな。いっそのことを木曜日も山添館に担当させろ。<laughs> 科目科目きついて。週4時間はきついて。な。 じゃあ別人格とかでやらしてよ、せめて。なあ、下品二曜日はしんどいって。<laughs> これは良くないね。俺たちのラジオ大阪を馬鹿にしたってか。はあ、忠誠心はないのかね俺はあるけどな。起きてラジオ大阪のこと考えて。寝る前にラジオ大阪にお礼言ってから寝てるけどな。 ラジオ大阪に足を向けずに寝て、ラジオ大阪に足をが向く方向やから、ベッドの位置を変えて、<laughs> はあ、驚きです、同じパーソナリティとして、もしかして他にあの、続きと同じように、かますさん、城間さんと、えー、か、こう、該当する方もいらっしゃるんですか、いんなやったら僕は引いてます。 火曜日だけですか火曜日だけなんですか <laughs> <laughs> はあもう怖い怖い怖いわ神奈川県、えー、魔法の三原色おい水曜日お前たちは何してるんだえっ白馬さんは金曜日水曜日あど、どんか動いてらっしゃいますどうなんですかなんか情報入ってます 水曜日の情報はまだないとのことなんですよでも神尾さん超人気やからなああこれだから続きとかかまちゃんとかはさその情報入ったらすぐ「うちも行ったれ!」ってなるやんだからそういうの知ってんちゃう神尾さんはそういう人間性を <laughs> あの月目は多分めっちゃエコ声スすやん神尾さん 月曜月木はさ多分さ下品な予備でしょだからさあの何も情報は漏らさない方がいいと思うんだうんもうすぐ出来上がりそうだったらその情報一切出さないで Twitter 書くなよ絶対バレるぞ木曜なんていい噂一つも聞かないじゃん、うん、えっかまちゃんは月曜日 OK, OK 月曜日にも絶対知らせないでえ月曜日とも関わってるスタッフがいるキレイ <laughs> 言ってるよ <laughs> 神尾さんの動向気になるな <laughs> さてさてあテーマメールでございます兵庫県昼、えー、バレーのトゲ大僕はゴルフをやったことがありません20代から年を取るにつれてゴルフにハマる人が続出しているイメージがあるのですが山添さんはゴルフをやったことはありますか俺ね普通なら多分通らずに今まで生きてきてるはずなんですけれども えっと高校がね、あの京都の高校通ってましてね、あの大木高校というところを通ってたんですけども、そこが体育の授業で、紫の、あまた違うか、紫のはまた別にそうか、体育やって、ゴルフの打ちっぱなしをやる授業もあったんですよ。だからそこで打ちっぱなしを、その体育の授業としてやったことはあります。まあホールととかかははだから、ま、回ったことはないけどもねううん、うん まあ普通はないよなだって若いもんねまだ昼バレの時計台でも芸人もあゴルフやってんねやっていう人もちょこちょこやっぱ出てきてるよなこの年になったニューヨークの屋敷とかもねやってるしでブクロさんはほんと芸能界1に争うぐらいでもうまいらしいしねうんココリコ遠藤さんとかとも対決されてたし うん、それこそやっぱ浜田さんが浮かぶよな俺らからしたらゴルフといえば本当におもろいらしいですねなんか紳士のスポーツでってやるようになるんかなあとはあの華丸さんね花丸さんも、うん、朝から仕事入ってるけども、えー、3時ぐらいに起きて朝市でゴルフ行って朝の仕事に向かうっていうのも聞いたことあるしそうなっていくんかな そうなんでしょうね。気持ちええとは聞くけどもね。いや、まだ全然そんなやる予定もないし、やりたいなとも全く思ってないよ。第一、その、高すぎるやろ。ゴルフ用具。うん。あんな、せえへんでええやろ。やっぱ、紳士というワードをまとわせて、ちょっと高めの設定にしてへんかあれ。知らんけど。だったら玉ちっちゃいで。安いやろ。 神奈川県、愛犬の名前は猫。<laughs> 私は映画館でポップコーンを食べたことがありません。へー。匂いや自分が食べてる音が周りに響かないかと気にしてしまうからです。あー、優しいね。そのためか、隣の席の方がポップコーンをむさぼり食べていると全く映画に集中できません。山添さんは映画を見ながらポップコーン食べる派ですかいや、もちろん食べたことね、あるし、好きやけど。でも、まあ、あ愛犬の名前は猫ほど、 優しい気も、ちょっと俺わかるなと思ったのよ、このメール。やけど、この愛犬の名前は猫ほど優しい理由ではないです。というのも、俺は自分が食べている音が映画の邪魔になってると思ってポップコーン食べへん時があるんですよ。その噛んでる音とかあるじゃないですか。あれで集中できひん時があるから食べへん時があるということだけで、 えとこのメールみたいに他の人の邪魔になんのが申し訳ないからという理由ではないねこれは優しいねだってもう映画とポップコーンはピザにコーラほどの相性みたいになってるやんかうん寿司にガりみたいにうんだから愛犬の名前は猫ぐらいちゃうこんな考え優しい考えで周りに気遣ってんの いやーこれもっとかわいそうやなポップコーンポップコーンって音しましたっけあれ他の人が食べてんのするあーそうな、ね、気になる人おんねんな俺も気付つけよそしたら最近映画見てないっすわ <laughs> 見てないないいつから見てないんやろ最後,に見た最後に映画館で見たのは万引き家族ちゃうか <laughs> んうーん 万引き家族で泣いて以来見てないっすね。その前は、さらばの森田さんとイオワかすを一緒に見に行って、みたいなことかな。うん。万引き家族は良かったよ。本当によかった。これちょっと話戻りますけども、あの、その GAG のね、福井さんが一座の話をしてるときに、ほんまにわけわからない。 例えで出してきたんですけど俺ら一座は言ったらその万引き家族やねんって言い出して <laughs> その <laughs> 言ったら他の芸人たちってお客さんファーストで面白いと思ってもらいたいお金払ってくれてるから面白いと思って笑って帰ってもらいたいという考えで舞台に立つじゃないですかなのにあの一座の人たちはビビってないと思われたいというほんと自分たちのルールだけでお笑いやってるじゃないですか だからそれを、そのお客さんファーストじゃないという意味では、もう犯罪行為というのに例えて、俺たちは万引き家族だと。で、いや、でも福井さん、それ言いますけど、アメトーークとか出てますよね、アメトーークとか出てる時の福井さんが、えー、一座の笑いの取り方してんの、俺は一回も見たことありませんよ、変えてますやんか。って言ったら、俺はアメトーークとかメディアに出て、一座のお客さんを増やしたい。一座が 一座で入れる日が一日でも長く延命できるように『アメトーク』に出てるって言ってたんですよだから本当に <laughs> そのハリボテの家でこの一座は生活しているんだとそれぐらいの絆があるんだとでみんながいろんな劇場で 万引きのような犯罪行為を繰り返して、よう頑張ってきたって、みんなで集まって喋ってる時間が、私服なんだと。<laughs> <laughs> で、そうね。g a g さんには福井さんと、えー、解明された坂本さん SJ さんという方と、えー、<laughs> <laughs> <laughs> もう <laughs>、これね。 犯罪者ネームみたいやけど、えー、あともう一人ね、もともと宮戸さんっていうのも、ひろゆきさんっていうふうに解明された、<laughs> トリオのうち二人が解明されている GAG さんのね、SJ さんが垂れ込んでたんですけど、ひろゆきさんが万引きしてくるものだけが、その家族内で、そんなもん万引きしてくんなって言って、返して来いっていつもはねられるって言ってました。<laughs> えー、お笑い界の万引き家族一座のお話でございました。皆さん要注意なんで気をつけてください。引き続きメールの方を募集させていただきます。受付メールアドレスは y Z o、e、yamazoe.obc1314.jp。山添 .obc1314.jp。ということでございまして、こちらのコーナーに参りましょう。絆変換 絆変換はパチンコスロットのアローナンバーヒップステンの提供でお送りします。借金があります。借金のことを絆と変換する私、山添のようにあらゆる言葉を絆変換、プラスに変換していくコーナーとなっております。とても強要がある、え世、ー、直しが含まれた名物最高コーナーとなっております。えー、こちら、ラジオネーム、銭湯。 初めて消費者金融でお金を借りた時の絆変換。ファーストキス。うん、いいね。いいね、いいね。そうね。うん。かわす。うん。うん、うん、うん。距離がぐっと縮まる。すべてはそこから始まる。長いお付き合い。うん。キスから始まるよ。ファーストキス。いいですね。 河川、えー、部は見た「流年の絆変換」「シーズン2」<laughs> いいいいわ待ってた感じするもん待望の感じするやん、うん、シーズン1おもろかったからね」ってやっぱねそれやっぱ頭浮かぶし「シーズン2もおもろかったらええな」ってなるしねいいこれはとてもいいですね楽しみになる河川部は見た チクチク嫌味を言うことの絆変換。フェンシング。<laughs> まあまあまあ動きがね。<laughs> あれチクチクしてんなと思って見てたんや。河川部は見たわ。ということは、大田祐希ってチクチクがめっちゃうまいやつなんや。<laughs> 俺大田祐希ね、ちょっとあの小学校一緒で同級生なんで。うん。あいつチクチクうまいやつかい。 チクチクうまいだけで、もてはやされすぎやろ。<laughs> すごいなプロのチクチクね。うん、福井県、ジャニー斎藤。派遣バイトで1万円稼ぎ、帰りにその足でパチンコ屋により、1万円使うことの絆変換。整う。<laughs> いいエクセレントエクセレントやなこれうーんちょっとね、あの、ジャニーサイトは、あの、1万円するって書いてくれてるんですけどね。ちょっとでも一発で、あの、分かってもらえるように使うと、ええー、書いてさせていただきました。<laughs> これあの、ギャンブラーじゃないと一発で入ってけへんから、するわ。うん。わ <laughs> かるわ、この気持ちめっちゃわかる ほんまに日雇いバイトで稼いだ8000円が帰りにパチンコやよってゼロになった時の整い方ね。<laughs> 何にも負けない、あの、<laughs> 気持ちが強くなっていく感じ。<laughs> あれ、整うはいいな。うん、そのために一日頑張った感じするし。うん、素晴らしい。 いいねジャニーサイト。ギャンブラーの気持ち分かってんな。埼玉県、カイケルバーガー。桃太郎の絆変換。桃から生まれたという特性を生かしていない。<laughs> <laughs> 知らんかったほんまやほんまや <laughs> その、 火獣の匂いで鬼をおびき寄してみたいな描写ないやん。ないなんか <laughs>、お風呂でこの子を洗おうよ、じいさん。何言ってる、ばあさん。この子からこんなに甘い香りがするのに、みたいなやりとりもないし。この子を連れて、 町に買い物に行ってばあさんがいると町の方々が本当に甘い香りがして笑顔になると小銭をくれるとかっていうシーンがあってもいいですもんね <laughs> そのお金で桃太郎は船に乗って鬼ヶ島に行ったとさでもいいのに特性生かしてへんわ柑橘系でもよかったんや みかんでもよかったし。なんで桃ももなんや。ねえ。え、あれ、岡山で生まれた物語ですかとかやったらまだちょっとね、意味わかりますよね。桃をちょっと世に広めたいとか。なんで今まで鬼門に思わへんかったんやろ。まあでも、そうか、桃できび団子やから、もしかしたら岡山ちゃいます、あれ。桃の特性生かしてほしかったな。 お勉強になるコーナーやで <laughs> 群馬県逆アフロゾウの絆変換、うん、でかくて重いだけで特に社会貢献できていない生物 <laughs> 厳しすぎるやろこいつ <laughs> なあゾウって唯一動物で涙流すって聞いたことあるぞええー、やつのイメージあんねん俺動物の中でゾウ なんでそんな言い方すんねんでかくて重いだけで特に社会貢献できていない生き物。社会貢献なんてその動物はせいやろ。ゾ <laughs> ウになんかされたんかななんか大事にしてる貯金箱を鼻で壊されたとか。河川部は見た。貴重なご意見の絆変換。詰まるところクソみてえなクレームってことだろ <laughs> そうね。そうね。<laughs> 詰まるところそうよね。相手、に、相手を魚でせんように言うてんねん。<laughs> いや、これ逆やから、絆変換。ソ <laughs> みたいなクレームの絆変換が <laughs> 貴重なご意見やねん。<laughs> えー、神奈川県、ダイヤモンドは動かない。ドラゴンフルーツって、 ドラゴンの鱗のような見た目が名前の由来であって決して味自体にはドラゴンをほうぶつとさせるインパクトは感じないですよねと目の前でうんちくを披露された鶴のたけしの一言の絆変換これなんでドラゴンフルーツって名前なんだろうね <laughs> <laughs> 青すぎるやん青すぎるやん <laughs> ドラゴンフルーツってドラゴンの鱗のような見た目が名前の由来であって決してアち自体にはドラゴンを彷彿とされるインパクトは感じないですよねと目の前でうんちこ披露されたにもかかわらず鶴野たけしが言った一言これなんでドラゴンフルーツって名前なんだろうね <laughs> <laughs> ほんまにこれ言うてくれになったら次のゲスト決定やろ これ2時間持つぞずーっとこの疑問してほしいわアホすぎるやん勝手に読みながら小田切城来んのかなとか思ってた <laughs> 俺ちょっともう会えへんわ鶴野武さんとアホやんモテモテもうん <laughs> <laughs> いいですねえー「ハゲイナズマ」 ライトがチカチカっとするとき、あれってピラミッドから電波を受け取ってるサインなんですよ。それから子供たちを守るのが僕のこれからの人生の使命だと思ってます。と、食パンに焼き魚の骨を刺しながらまっすぐな瞳,瞳で伝えてくる一郎選手と朝食を囲んだ時に思うことの絆変換。<laughs> 朝カレーやめはったんやな。一 <laughs> 郎イチローのルーティーンね聞く聞くイチローってそういえば朝,から朝カレーやってるよなからこんなに前工場作んなって <laughs> 思うか思うかなな ライトチカチカってするときピラミッドから電波を受け取ってるサインやねんって言ってくれはって。それから子供たちを守るのが人生の使命なんですよって一郎選手言うてくれたはんねん。で、それが喋りながら食パンに焼き酒、えー、焼き鮭の骨を刺しながら言うてねんで、めっちゃ変やん。やのに、あ、一郎選手朝カレーやめはったんやなって思う。 思うか思うか半々やなこれ鮭の方の骨めっちゃ刺してるか朝カレーやめたんやなはちょうど半々やなうーん <laughs> これでも朝カレーやめはったやなって思ってんの鶴のたけしやろ <laughs> <laughs> うんいやでも、鶴のたけしやったら、ライトがチカチカっとするとき、あれってピラミッドから電波を受け取ってるサインなんですよ、それから子供たちを守るのが、僕のこれからの人生の使命だと思っていますって、イチロー選手があの言ったとき、伝えてきたとき、イチローさんにとって人生の使命は何ですかって言うんじゃない <laughs> 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 うん、勝手にできていく俺の中での鶴のたけしが <laughs>、えー、ガイルガーゴイル東京発博多行きの新幹線に乗ったら隣の席に橋本愛美さんが座ってきたけどはしゃぐのは違うと思い静かに目を閉じたものの どうしても横顔が見たくなり、新横浜で目を開けて隣を見たら、橋本さんはそこにおらず、代わりに、アーネストホーストが座っていた時に思うことの絆変換。<laughs> お前、小玉のってどこ行くねん <laughs> 小玉で博多行きは、遠いね。 うん。アーネストホーストが小玉乗ってたら、思うよな。<laughs> 思う。思うわ。<laughs> う<ー>ん。<laughs> <laughs> 橋本愛美さんでちょっとだいぶ情景浮かんでたのにな。なん <laughs> やろうな、この、アーネストホーストって、 フォータイムスチャンピオンやからすごい選手やのにこのがっかり感なんなんやろ橋本まなみさんじゃなくてうわアーネストホーストになってるやんっていうがっかり感なんなんやろな <laughs> これ自由席の可能性まであるやん <laughs> アーネストホーストほんまに <laughs> さあどうですかまだいけそうっすかあ,ありがとうございますえー、京都府 筋肉にメロディー。あのさ、結局恋愛ってのは何人と付き合ったとか、過去にどんなことがあったかじゃなくて、今その人のことをどれだけ愛せるてるのかじゃないのかな、と、川辺で座りながら言ってくる小田切城の話を、確かにそうですよね、と返しながら内心考えることの絆変換。 あの石、水切りにちょうどええな。<laughs> 集中したねや。かわいそうに。<laughs> なあ、語ってんねん。小田切りジョーが。<laughs> あのさあから話し始めてる人は絶対聞いてほしい人やねん。なあ。なんでまだ二人で遊ぶねん。<laughs> 言うてるよなオ田ダギリジョーと遊ぶなって遊ぶなっていう忠告を受けて二人で川辺は危険やって <laughs> <laughs> あの石水切り <laughs> ちょうどええな <laughs> うん途中からもう聞いてへんよなこれは東京都トリケラトプス もし俺が鬼退治に行くとしたら、広瀬アリス、上白石萌音、えー、有村愛理をお供にしてから鬼ヶ島に向かうかな、と腰にキビ団子をつけて言ってくる小田切城に言いたいことの絆変換。<laughs> お前、芸能人芝居の姉の方好きなんやな。<laughs> ほんまやほんまや <laughs> ほんまやねみんなお姉ちゃんやー <laughs> で、やめとけって鬼ヶ島に行くパートナー小田切ジョーにすんの <laughs> ってことはこれ小田切ジョーからきびだんごもらってるからあの、ついていく側やんなトリケラトプス。 あの、小田切城に、ノで釣られんな。<laughs> <laughs> よう話したら、ついてって人がどうか分かるから、城は。ほ <laughs> んまに。 えー、メール以上です受付メールアドレスは yamazoeobc1314.jp 山添アットマーク obc1314.jp でございます○○〇〇の絆変換○○のフォーマットで送ってくださいメールの件名は絆でお願いします皆さんからのたくさんの絆をお待ちしておりますこの時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしておりますえー、っとこちらはずっと春休みでいいのに ハッシュタグ、神尾桜橋919スペースステッカーと調べても何も出てきませんでした。水曜日は神尾さんによる情報統制が取られている可能性があるので、えー、奴ら何か隠しているかもしれません。やっぱり徹底してそうやななんか、すごいなんかこう、ワンチームでやってる曜日なのかもしれませんね。情報がやっぱ漏れてけえへんねや。えー、 そもそもあの僕はあまだ皆さんとそんなにもしっかり信愛し合えているとは思ってはいません、えー、ですので、えー、皆さんとこの情報が漏れないことで、えー、絆を生んでいきたいと思っているだからステッカーができるまでは絶対に漏らさないようにうんそれでいこうじゃあまた来週も、えー、水曜日よろしくみたいなやり取りがあるんですかね神谷さんやるな 神尾さん、まだ一度もお会いしたことないんやけど、大丈夫かな <laughs> 怖い人ちゃうよな、ね。<laughs> <laughs> ラジオネーム、大凶いくら。ここまでステッカーについて、えー、音沙汰がない水曜日ですが、先週の放送では確かに触れていました。ほう。しかし、そんなことも自身、自身が18歳であると、リスナーにご利用しをしい、ん、うん、自身の方か。 自身が18歳であるとリスナーにご了承し、そしてリスナーも全員18歳であれと独裁政治、えー、暴虐極まりでした。えー、ひとまずこの各曜日のステッカーレースに影響はないですね。なるほどね。なるほど、なるほど。<laughs> 言い方めちゃくちゃやな。<laughs> 独裁政治、暴虐極まりでした。あ <laughs>、18歳やったんや。神尾さん。 やったらため口で行大丈夫かな <laughs> 18なやったらねうんでリスナーも全員18年やったら当たり強めに行くけどえー、俺18歳だから <laughs> うん絶対に <laughs> あの二、ー、十歳以上のものをやってそうな雰囲気だけは出さないようにあのみんなしてほしいんだよね。<laughs> 18歳が18歳ってはっきり言うかな、うん、怪しい情報やな、うん、さてラジオネーム、えー、こちら愛知県はミートカーソルは広め山添さん試しに一座スペースコマンダンテで検索してみたのですが一座はまるで大学のサークルみたいだなというツイートが引っかかりましたコマンダンテをはじめとする一座はプロとしてのプライドも捨てたってことでしょうか いいやいや逆よもう本当にお笑いの<笑>プロの本当方向はあってんのかわからんけどどっかの最先端行ってるよ <laughs> うん大学のサークルなんていうものではないと思うだってその一座の話ん時はみんなあのー 大学生のようにニコニコはしてなかったうん誰が組長かは分からんけどこの家族のためやったら死ねるという人が3人以上したいたからその組はでかくなるって聞いたことがあるんでねこの万引き家族は相当強いようん安田さんの目決まってたもんな東京都トリケラトプス コマンダンテの安田さんですが、昨日、全身脱毛してきました。いよいよ明日、準備万端ですというコメントと共にお笑いライブの告知をしてました。しかし、ライブは今日行われたはずなのに、その後のツイートは何もされていません。これは一体どういうことなのでしょうかこれは怖いぞこの人はね、だから、本当にその、家族としてのビビってないルールのプロなのよ。脱ぐために脱毛してんのよ。 やばい。やばいぞ。死闘が行われた可能性ある。万引きした可能性あるぞ。今日。で、家族たちによくやったと拍手もらってる可能性がある。変な団体が生まれてるんです。気をつけてください、えー。東京都トリケラトプス。山添さん、一座の人たちを桜橋の各曜日に送り込んで攻撃するのはどうですか <laughs> 話を聞く限り一座メンバーなら各曜日をめちゃくちゃにしてくれると思います確かにね資格としては最強よ本当に話通じひんねん,ほんまにだってもうノールールやもんあのもう外国人やと思った方がいい言語が伝わらへんから「<laughs> 面白い?」って言ってくるよ ビビってるビビってないでこっちやってるって言ってくるから。<laughs> そうっすね。安田さんを水曜日にまずは送り込んで <laughs>、神尾さんを困惑させよう。うん。18歳では到底わからんぞ。あの人らのルールは。<laughs> で、ウルブキさんを木曜日に送り込んで、 えー、月曜日に GAG さんや GAG、うん、さんえっひろゆきさんやまずは <laughs> 家族たちに「そんなもんパクってくんな」と言われるあのひろゆきさんに「返してこい」と言われるひろゆきさんにまず月曜日特攻してもらってうんいいっすねそこで太刀打ちできへんかったら SJ さんそして福井さんようん 福井さんがほんま万引き家族のリリー・フランキーみたいな顔でライブ参加してたからなあの人が多分書くな気がするそうっすねうんなかなかポジショニングは決まってきました <coughs> 引き続きメールの方を募集させていただきます受付メールアドレスは y a m a z o e o b c 1 3 1 4 j p 山添 −OBC1314.JP です この時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。まだ聞いてない人はみんな聞いてよ <laughs>、えー、ということでこちらのコーナーに参りましょう。山添館ジャムー 山添勘がお届けする一夜限りのジャムトークセッション。リスナーからいただいたリクエストソングをお届けし、その楽曲について山添勘の持つ知識をフルに使い、専門的に徹底解説させていただいております。歌詞が何を暗示しているのか、何のメタファーなのか、この音遣いが意味するものは何なのか、すべてをあなたに教えます。ということで、えー、メール頂い,いております。皆さんありがとう。えー、ラジオネーム、平井心。 今夜は、相いうちりなさんの恋はスリル、ショック、サスペンスをリクエストします。えー、かつて名探偵コナンのオープニングに使用されていたこの曲、ほ冷静なコナンくんが急に真剣な表情でパラパラを踊りながら、 現れた時の衝撃は今も忘れません魅力的な曲だと十分に分かってはいますがコナン君がパラパラ踊らずにはいられないほどの衝動をきっと私はまだつかめていません山添さんこの曲に秘められたミステリー解き明かしてくれませんかなるほど、えー、コナン君がパラパラ踊ってんねやこの歌でちょっと存じておりませんでしたが早速その衝動 コナン君の衝動も含めてですね、えー、解明させていただければと思いますので聞いていただきましょう。えー、内里奈さんで、恋はスリル、ショック、サスペンス。なるほど。あ、これは、まあ、パチンカーの方ならもう一番共感できる歌なんじゃないですかね。<laughs> なんて、もう、 すごくまっすぐな、ストレートな歌と言いますか、やっぱパチンコをね、まあ、あのー、信頼ではなくて、えー、まあ、もう、お、信頼として出てからだいぶ月日が経って人気機種になってみたいな台でね、各々パチンカーには好きな台がありますよね。で、その中で、えー、またあの台をね、今日も打ちに行こうと思って打つと。で、打ってるときに、うんともすんとも当たらへんとき、パチンカーは何を思うかって、やっぱ台と喋るんですよ。 どうしたとか。何か抱えてんのかとか。ね。もうこれはもう、本当に自分が好きな台、好きな人なので、えー、そこ、パチンコ台とパチンカーの間にはもう、あの、恋が生まれてるんですよ。機嫌直してくれへんかそう。うん。え、俺が、あの、何か普通やと思ってしてたことで嫌なことがあったかとか。 喋りながら打つんですよ。ね。それでもうんともすんともいかんとき、あのー、続きの方のね、あのー、曜日で、もしかしたら喋ったかもしれないんですけど、僕にはオカルトがね、最強のオカルトがありまして、あのー、勃起さしてね、パチンコ台の下から、あのー、貫通させて、台と一つになるっていうオカルトがあるんですけれども、それがこの、恋はスリルショックサスペンスでいうとこの、トゲに当たります。<laughs> <laughs> はい。このトゲで一つになり、えー、二人の真実に向き合うという歌なんですけれども、えー、次へと進む新たな不安と迷いを抱えてしまいそうになっても、ここはどういう気持ちかと言いますと、そんなにずっと、えー、何も喋らずにそっぽ向くんであれば、俺信頼いくでっていう、もうこう一種のこの駆け引きと言いますか。まあ、切なくもあり、 あの、仕方なくもあるのかなっていう。でもそこでやっぱ振り向いてくれて、えぇ、ー、各編に次ぐ各編を出してくれる台もありますし、まあ、そういうね、こう、パチンコ台との恋愛を繰り返しながら、私たちって、日々、えー、アローナンバーヒップステンさんに行ってるよねっていう歌を、相内里奈さんは、曲に載せてくれはったというね。うん。確かにね、あのー、コメントには、あの、うんとかね。 何、何それとかっていうコメントが相次いではいますけれども <laughs>、パチンカーにはきっと <laughs> 刺さってはいるとは思います <laughs>。今夜のジャムトークセッションはここまで。はい 引き続き山添館に解説してもらいたい楽曲の方を募集いたします。受付メールアドレスは y a m a z o ク、e、o b c 1 3 1 4 j p 山添 .obc1314.jp リクエストには解説してもらいたい理由こちらもあると嬉しいです。懸命にジャムと書いていただけると助かります。ここまでのお相手は山添館でした。相席スタート山添館の桜橋919そろそろお別れのお時間です。 えー、ミクチャではですね、番組終了後にアフタートークもございます。皆さんからのコメント等を読ませていただきますので、ぜひそちらもご参加ください。えー、レギュラーコーナー、バニー、絆変換、山添、関ジャムの方メールもお待ちしております。ということで、今はやっぱ、ステッカーですよね。ステッカーがどういう風にまた一週間で変わっていくのか。まずは狼の森がこうゆっくり休暇を取っていただくことということですよね。で、いち早く火曜日のステッカーを作りましょう。 東京都トリケラトプス。山添さん、コマンダンテの安田さんですが、数分前にツイッターを更新しており、うん、店長、プロデューサー X 氏、こんな楽しいライブをありがとうございました、と言っていました。プロデューサー X 氏って誰ですかこいつが一座の黒幕ですかちなみに、お笑いライブは二公演合わせて6時間もあったそうです。いや、あのねー、 プロデューサー X 氏という方は、あの、本当はね、大宮セブンを作った人と言っても過言ではないです。はい。その方は、本当に、あのー、ま、もともとね、あのー、劇場の、こう言っていいのかな劇場の支配人の方だったりなんですけれども、その方が、ああ、まあ、本当にね、こう、ブームじゃないですけれどもね、ライブシーンですごくこう、 面白い方を集めて、ええー、それに特化したライブをいろいろ組んで、こうやって大宮セブンも人気に、ユニットになってったんですよ。で、そこからの、さらにまあ派生で一座が生まれたんだろうとは思うんですけれども、今日はその、言ったら、まあ全ての黒幕と言ってもいいでしょう。秋元康のポジションにいるのが、プロデューサー X です。はい。だから、何ですか 秋元康さんの、その、なんかちっちゃいユニットってあります坂系からのさらに派生系みたいな、つんくさんで言うところのプッチモニみたいなことが今一座ですよ。そう。なんですよ。で、これ補足情報ですけども、あのー、あんまりね、一座を俺はね、今単独で調べ上げて、何やこれって言ってるんですけれども、 劇場にね、一通こう、メールのが来たみたいで、ファンの方に、あのー、福井さんは、GAG の福井さんは安田さんのその脱ぎ芸に一旦ちょっとおかしいとこ行ってそうやなっていうので、止めようとしたらしいんですけど、福井さん止めないでください。私は安田さんの脱ぎ芸を見るために劇場に通ってるんですっていう熱いファンの方も、もう今いるんですって。だから、 もしかしたらもうとどまるところを知らんとこまで行くかもしれんしうん、止めるなら今かもしれんっていうような状況ですよね。はい。なので情報入りしたい今みたいに皆さんね、いただけたら一番嬉しいんですけれども。えー、三体が。 追いっこめいっのトークをにこやかにしていたのは先週の山添さん。一座という話の通じないメンバーを各曜日に送り込んで桜橋919全体の破壊を目、目論む今週の山添さん。先週の山添さんと今週の山添さん。本当の山添さんはどちらですか <laughs> これがね、怖いでしょう。一人の人間なのよ。うん えー、一座にも属せない単独行動をやっているこれが山添。ここまでのお相手は山添勘でした。